皆さんこんにちは。ブラスト塾長の吉田健二と申します。今回は新型インフルエンザのおかげで、テスト調べ講座を塾で行うことができませんので、このような形で YouTube で残させていただきます。テスト調べ講座2009ではただいまより始めさせていただきます。まずはじめに、テスト調べについての考え方っていうことで、時間的にですね、大きく3つに分けたいと思ってます。それは何かと言いますとですね、計画表のような形でこういうふうにこうあるとするとですね、テストっていうのが大体ここにこう来るわけですね。テストっていうのが中間テストの場合は2日、期末テストの場合は3日っていうふうにここにこういうふうにあるんですね。で、そしてその前日っていうのがやっぱり非常に重要でして、前日どのような行動を取るかっていうことがあります。そしてそれ以外の、全体としてのテスト調べ期間ですね、テスト調べ期間、この3つに分けてこういろいろ考えを進めていかないとダメだと思ってます。そして、気分的なことはですね、テスト当日に、気分が一番盛り上がる形、テンションがグッと上がる形で、進めていかないとダメということになります。ここからこうスタートしますと、初めちょろちょろ中パッパではないですが、どん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 盛り上げていって、気分をこう最高潮に、ここのところでですね、こうテストのところでこう 110% あるいは 120% の力を出し切るというふうな感じで、進めていかないとダメかなというふうに考えております。その次にですね、その期間をどのようにして過ごすのかということがありますが、皆さん初めてのテスト調べ、あるいは、何度目かのテスト調べになっているかと思いますが、皆さんがですね、このような形でこういるとしますね。こうにこやかに微笑んでいるっていうのは、いつもよく書くこの図ですが、これが皆さんだとします、ね、そんなに顔丸くないとかね、体もっと私スタイルいいわよっていう人もいるかもしれませんが、このような形で書かせていただきますね。で、ブラストで大切にしているのはですね、もちろんお勉強ですから頭を鍛えるっていうことはあるんですが、それ以外にも思いの力、あるいは目標、志といった心の部分ですね、ここの部分を非常に大切にしてますね。そしてテスト調べの際はそれ以上に何が必要になってくるかというと、意外に感じるかもしれないですが、体、健康です。まず一つ大切なのは、ここに書きますが、頭の部分ですね。頭の部分、これなんか輪っかつけてるように見えますが、そうじゃありませんか。頭の部分、脳は表しています。そして心、心って言いますと思いですね、この辺りにあるようなイメージなので、心の部分、これやはり大切です。頭、そして心、そして、先ほども言いましたように、体ですね。頭と心と体、この3つのバランスが揃うことで、成績も上がっていくと思いますし、将来の皆さんの目標に向けてより近づいていけるっていうふうに考えています。あとですね、大切になってくるのは、これもまた3つ挙げますと、目標、行動、そしてその確認っていうことになりますね。目標っていうのは、そうですね、それは順位であったり、目標っていうのはそれは順位であったり、ね、取りたい点数であったり、あるいは将来の長い目標っていうのもあるでしょうが、今回中間テストということで言えば、短期の目標ですね。前は50番ぐらいだったから、今度はちょっと40番ぐらいに上がりたいとかね、前は350しかなかったから今度400点近く取りたいとか、そういった数字で表せる目標ですね、これをまず見つけないとダメです。そしてその次にそれに向かっての行動が大切になってきます。いわゆる努力とか、計画性、そのようなものを含めて行動が重要になってきますね。そしてある程度こうテスト調べして、テスト終わると点数という形で結果が出ますので、その結果をですね、やはりチェックするという意味で確認しないとダメですね。やりっぱなしは何事も良くないということですね。ここで確認をすることで、次のテストが出てきた時にまた目標を新たに設定することができると、この3つの流れで、
テスト調べは進んでいくんじゃないかと思っています。まあ、基本的な考え方ですね、もう一度、繰り返しますと、時間的なこと、テスト調べをずっと始めて気分を盛り上げていって、そして前日の行動は、しっかり、特に重要ですね、1日前ですから集中してその次の日のテストを調べる、そしてテスト期間中どのように行動というか、気分的にはぐっとこう盛り上げていくって、これが非常に大切です。そして、暗記力に関する頭、思い、目標に対する心、そして、実際体ですね、いくらテスト調べして、いろんな知識を詰め込んだとしても、テスト当日にもう熱が39度あるって言ったら、もうこれもう実力出せませんから、やっぱり頭、心、体、この3つの組み合わせが非常に大切になってくるかと思います。目標を見つけ、努力を含めた行動を行い、結果に対して確認を行うと、この3つのプロセスでプラストのテスト調べは成り立っていると考えてください。そしてそのテスト調べをですね、効果的に行うためには、ブラストではこのような形でブラストのできる熟成手帳、この中で、いろんな勉強の仕方などをお伝えしています。また、特にテスト前にはですね、このような形で、この熟成手帳の中にも入っているんですが、このブラストマトリックスを使うことによって、自分の勉強の仕方を把握して、目標、行動、確認が取れる、そういうふうな形をとっています。今日はこれらについて話を進めていきたいと思います。ではどうぞよろしくお願いします。